はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回は人として最低な例、一番の妨害者、単なるあれし、こういう例を紹介します。国民として真実を知る権利を持っています。推理の情報提供になります。事件の解決はあらゆる仮説を立てることから始まります。そして真実への絞り込みは仮説を崩していく消去法で行います。で、そんなものは警察に任せておけとかね、さっていう人もいますね。で、それが信用できないから国民の声を上げてるわけです、これはね。で、元気なおじいが当初言っていたけれども最近消していたものがあります。まあこういうバカはもういないだろうなと思ったので消したのはこれ。最初のうちはこれをね、いつも言ってたよね。消極的では何も始まらない、情報提供せずに文句だけ言うクズ、クズ、クズね、クズはこのチャンネルにいらないとずっとこれを言ってたんだけども、そういう輩はあまりいないよねっていうことでこれを入れなくなりました。そうするとこういう輩が出てくるわけです。はい、こういうバカはいらないと言ってる例だということを皆さんご理解ください。たくさんの人が探偵事務所の開設を目指しているようなコメントが続いていますが、あくまでも素人なんだから国会議員とかにつながりやゆえのある方がなんとか警察の捜査資料開設を国会で取り上げるように進めてくれることこそ肝心じゃないんですかね。これだとワイワイ騒いで終わりになりますよ。一部の議員の中の疑兵心を持った方の立ち上がりを期待します。こういう平和ボケしたバカが日本を腐らしているんです。バカなんです。何度でも言います、元気なおじいがいつもこのチャンネルで言ってるバカっていうのはこういうバカのことを言うんです。バカの中のバカなんです。で、バカは何もコンテンツがないね、ギャラリーオンリーなんです、ね、で、バカは自分のバカを置いて上から人に指図をする、人にやらせるバカなんです。地位も名誉も権利も何もないのに自分は何もしないで、で情報提供もしないで何も立ち上がらないで、あれこうだ、だ見るなよクズ、お前みたいなバカはこのチャンネルにいらないの、バーカ、どこの回しもんだお前は。だおじいのチャンネルではこういうバカはいらないんです、本当にね。このバカね、はい、バカいらないです。いいよね、いいよね、皆さん理解してくれるよね。こういうバカな書き込みってただの妨害の邪魔なコメントだよね。皆さんのいろんなコメント、気がついたこととかいろんなものを見てるうちにこういうのってただの妨害者だよね、バカだよね、クズだよね。で、つながりがなくても国民のために命投げ打つ青山議員がいるわけです。皆さんから支持を受けて国会議員をやってるわけです。他の議員たちがね、
民主主義への諸説上だ、絶対許せない、そう言ってた安倍派の人たちも含めて何にもオークションを起こさない。この青山議員は YouTube で動画を出してます。とても忙しい先生です。いろんな方の声を耳にして忙しい中警察に確認をしてくれてるわけです。そうでしょう。だから忙しいから細かいことまでよくわからない、ね、当たり前なんです。だからせめてもう少ししっかりと把握してから、ね、何を聞いて答えてきても正しく認識していないと、ちんぷんかんぷんなことを聞いて、ああこうらしいよって言っても、聞いてる人たちの方がしっかりと調べてるので納得いかないんです、ね、だから国民は警察を疑っているのでね、警察が嘘を言ってるとは僕は思いませんって言っても、国民はそこを疑っているのでね、ちゃんとしっかりと物的証拠内の根拠を持って、議員の特権があるわけなんでね、それを持って、しっかりと押さえてほしいっていうね、国民の意見があるわけなんでね、こんな直接のつながりのある人なんていない。で、元気なおじいのチャンネルでって書いた人はブロックされる。青山さんのチャンネルでそういう書き込みをするとブロックされるんです。青山議員のチャンネルでブロックされるんです。青山さん本人がブロックしてるのか、そこの事務所の人たちが管理してる人がブロックしてるのかわからないけど、そういう意見はブロックするんです、ね、なのでおじいは自分のチャンネルから問いかけてます。お願いしますと、国民を代表して青山議員はもうちょっと踏み込んでしっかりやってくれる人だと、そこのところを支持してる票を入れた方もいるわけです、ね、なのでおじいはこうして皆さんの意見を集めて、自分ができることは何だろう、そんなつながりも何もないし、じゃあつながりがないからじゃあ何もしないの、何もできないの、つながりがないからこのバカみたいに誰かいないのか、誰かつながりあるのいないのか、おい言えよ、国会に言っても言えよ、誰かいないのか、バカでしょ。このバカっていう言葉ってこいつのためにあると思わない、バカでしょ、正真正銘のバカでしょ。だ、元気なおじいのチャンネルではもうストレートにいつもこうやって言う、バカをバカと言って何が悪いね、バカだろね、おじいは学歴もない字も読めないバカなんだけども、バカをバカと理解するバカなんです。自分のバカを理解できないバカとはわけが違うんです。そうでしょ。何も行動を起こせないクズが何偉そうなこと言ってんだ、バカ、クズ、ゴミ、社会の役に立たないクズだ、それを言ってるんだおじいは。情報提供せずに文句だけ言うクズ、このチャンネルにいらないって言ってたんだ。最近この一枚をなくしたばっかりにこういうクズが湧いてくる、これが日本国民の低下なんだ、能力の低下、世界ランク落ちるわけなんだよ。こういうバカになってはいけないのね。自分は隠れて文句だけ言ってスナイパーのごとくピュンしてばっかして卑怯者だろなあ、卑怯者だろ。日本だけじゃないよ、世界中の人が見ても卑怯者なんだ、こういうのはクズの中のクズなんだ。おじいに言わせると、ここに書き込んでいろいろ考えてくれてる人立派だよ、私はこう思う、少しでも一人でも意見を多く、同じ意見でもいいんだよ、こう考える人が多いんだねとか、いろんな人の意見にプチってね、いいねを押して、ああこんだけこの意見に賛同してる人がいるんだなって、そういうのをまとめてやってるんだ、クズ。
二度と来るんじゃねえ。そういうことでね、元気なおじいもさすがにこういうクズは許しちゃおけねえ、ね、山上容疑者以下のクズだと思うよ、ね、山上容疑者はまだとあるところに名刺を入れるための大きな一歩を作り出した、ね、今後の政界もいろいろ変わってくるでしょう。そういった意味では安倍さんの件についてはいけないことだけども、そういった面では人ができないことを、ね、一歩踏み込むきっかけを作った、やらざるを得ない、このクズは何の役に立つ、そう、何の役にも立たないただのクズなんだよ。こういうことを今の日本人にちゃんと理解できるのかな、理解してるのかな。こういうクズばかりになったらどうぞ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 なんだよ。どうぞどうぞしかいないんだよ。はいがいないんだよ。こういう卑怯者しかいない日本になってるんだよ。それをぜひこれ言ってるんだよ、雑談で。こんなことになってまで他人になすりつけて何を見に来てるんだ、ここにこのクズは、このクズはお前は探偵事務所並みのことができないじゃないか、クズ。あくまでも素人なんだから、じゃあお前は何を思ってこれ言ってるんだよ、クズ。いやおじいも人生で久々ここまでのクズをあんま見たことがなかったけど久々に見たよ、ここまでのクズね。いるでしょ、だから本当にこういうクズがね。だからこういうのが社会にうようよいるの、とんでもないクズが、足手まといのクズが、ただ混じって邪魔になるだけのゴミのクズが、いろんなことをかく乱したりとかガーって壊しにかかるクズがいるんだよ、ね、だからこういうクズは黙ってやるな、もうね、シオリーなんです、ね、しかしちょうどいいタイミングで飛び込んできたんだよね、本当。あれから同じのバーってね、すごいよ、コッペの文章が20〜30ぐらい、いろんな人の編集とかもね、昨日も立て続けにあって、同じ犯人だと思うけど、ね、まあ、そういうのもね、プチプチプチ物言わず消してるんだよ、ね、でもここまでのひどい自分勝手なクズってあんまいなかったんで、ほんとバーカってね、久しぶりに痛くなってきた、ね、はい、そんなわけでね、元気なおじいがやっぱね、これ入れるべきだよね、これは消すべきではなかったと思いますね、こういうクズのためにこれをもともと作っていたということをご理解ください。他の人がね、見てる人がちょっと毎回出すと気分の悪い方がいるかなと思って配慮して消したんだけど、やっぱり一緒だね、これね、なので、ご理解ください。そんなわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。不愉快になった方はね、大変申し訳ございませんでした。以上です。またね、バイバイ。